イギリス領インド帝国は1858年にイギリスがインドに成立させたインド帝国を指す。1877年以降はイギリスの君主がインド皇帝を兼ねる同君連合の形式が取られたが事実上イギリスの植民地であった。英領インド、英印とも呼ばれる。またイギリスによる統治を指してヒンディー語でと呼ぶ。その領域は インドパキスタンのみならず、現在のミャンマーも、ハントとした。インド帝国の地方行政区画アジアにおいてイギリスは、1796年には、原スリランカを併合、1814年から1816年のグルカ戦争によって、ネパールを保護国にした。また、1824年からビルマを3次に及ぶ。 イギリスビルマ戦争によって1886年からイギリス領ビルマ都市1937年までは現在のミャンマーの半島もその領土としていた。カナダやオーストラリアといったイギリス帝国内の実地領とは異なり、名目上は独立国とされた。第一次世界大戦及び第二次世界大戦には連合国として参戦し、国際連盟、 国際連合ともに原加盟国である。そして1858年、インド大反乱の後、イギリスはムガル帝国の君主を廃止、イギリス東インド会社を解散させ、インドをイギリスの直轄植民地とした。その上で、本国イギリスにはインド省が、現地には副王の称号を持つイギリス人総督が置かれ、1877年にはイギリス国王が、 インド皇帝を兼任するようになった。国内は直轄州と大小552の半王国に分かれており、軍隊も存在した。1923年、イギリスはネパールとの友好条約でその地位を保護国ではなく、独立国として認めた。大戦後、1947年にインドとパキスタンが分離独立し、解体した。なお、正論は、 イギリス東インド会社のマドラス管区に編入されていた時期もあったが、インド帝国が存在していた期間は一貫して、イギリス直轄植民地であり、インド帝国には属していない。20世紀になる頃のインド帝国の直轄領は、州知事あるいは州準知事が統治する八つの州から構成されていた。1905年のベンガル分割令において、ベンガル州は東ベンガル及び、 アッサムと西ベンガルの二つに分割されたが、1911年に東西ベンガルは再統一され、さらにビハール州、オリッサ州が新設された。主要8州以外にも政務長官が統治する複数の州が存在した。チャールズ・キャニングの改革により、反乱の原因の一つとなった前総督ダルハウジー公爵が乱用した執権の原理は廃止され、 無償を理由とする、反王国の断絶は回避されることとなった。また、イギリス政府は、藩王としての権利、権威、名誉を尊重することで、反王国の領域を間接的に支配することに成功した。ただ、反王国の規模の大きさは、大小様々であり、ニザーム反王国、マイソール反王国、トラバンコール反王国、ジャンムーカシミール反王国が、 その代表として挙げられる。藩王国の内政に関するイギリス側駐在官の権限は日常的な業務への干渉のみならず大臣の悲免任命権にまで及んだ。イギリスの干渉の理由としては、第一に藩王国と帝国の一体化をイギリスが望んだこと、第二に多くの藩王国内において民主的、民族主義的な運動が高揚したことが挙げられる。 またイギリスは、繁王国内における一体性が保たれていなかったことから分割支配を試みた。同様の政策が1886年から帝国の一州に組み込まれたビルマにも適用され、コンバウン朝より自立していたシャン族、カヤー族、カチン族の有力者には、イギリスの主権を承認することと引き換えに、繁内での行政権が認められた。チャールズ・キャニング。 初代インド副王に就任した、インド大反乱を鎮圧したイギリス政府は、1858年8月2日、インド統治改善法を可決した。インド統治改善法により、イギリス東インド会社が保有していたすべての権限は、イギリス国王に移譲されることとなった。また、イギリス本国では、インド担当国務大臣のポストが新設され、その補佐機関として、 インド三次会が設けられた。また、かつてのベンガル総督がインド総督となり、肩書きに副王の称号が付与された。11月1日、チャールズ・キャニングが初代の副王に就任した。キャニング教によるインド統治の方法は、推定され得る反乱の要因を摘み取るものであったため、インド大反乱の要因となった養子縁組の否定を否定した。その結果、インドは、 半王の地位は保障されることとなり、インドの人口の約3分の1が約500人の半王による間接統治に置かれることとなった。このことは過去の封建体制の有力者をイギリス統治の防波堤として重視しつつ、議会主義の理念や自由主義的政治理念をもってインドを統治するという矛盾をはらんだものであった。しかし、このことにより、キャニングは インド統治の確立に成功した。第二代副王であるエルギン白爵ジェームズ・ブルースがインドで隠ししたため、祝戦争などインドでの経験が豊富であったさ。ジョン・ローレンス順弾尺が急遽イギリス本国からインドに赴任することとなり、第三代副王となった。ローレンスは内政面ではインド人への教育機会の拡大を図った。とはいえ、ローレンスは インド人を高等公務員に就任することに関しては制限を続けた。一方、外交面ではアフガニスタンやペルシャアンガ岸ン地域への介入を回避しながらもブータン戦争を実施し勝利した。経済面ではオリッサやラージプーターナーで飢饉が発生した。1877年、第五代副王ロバート・ブルワー・リットンがムガル帝国のことデリーで 帝国会議を主催し、ビクトリアのインド女帝即位が発表された。この会議の目的は、反王、地方王族、都市の有力者を体制内に取り込むことであった。立東京の時代には、アフガニスタンとの最終的な衝突が展開され、また、インド国内では、525万人が合死する、インド大飢饉が発生するなど、インド国内の経済は混乱した時代でもあった。 ジョージ・ロビンソン・リットン教によるアフガニスタン侵攻はイギリス本国において政変へと発展した。当時イギリス本国で主犯を務めていたディズレーリーが総選挙で敗北し第2次グラッドストーン内閣が発足するとジョージ・ロビンソンが第6代副王に就任した。リポン教はインドで西洋式教育を受けた階層から大きな支持を受けた。 リットン卿が1878年に制定した出版物規制のための法律である土着言語出版法を廃止し、1882年には部分的にではあるが選挙で選出された議員から構成される自治制度の大枠を作成した。しかし、リポン卿は自らの統治の後半、ビルバート法案を廃案にしたことでインド人の反感を買う結果を招いた。 この法案は、イギリス管区の首都では、インド人判事が、ヨーロッパ人を裁くことができるが、他の地方では、それができない状態を改善するための法案であったが、インド在住のヨーロッパ人の反対の世論に屈服し、廃案になった。第七代副王として、初代ダファリン伯爵、フレデリック・ハミルトン・テンプル・ブラックウッドが就任した。第三次イギリス・ビルマ戦争が1885年に、 始まったが、翌年、この戦争は、イギリスの勝利に終わり、ビルマの植民地化が完成した。ダファリン時代の1885年に、今後のインドの政治を主導するインド国民会議が、結成された。リポン時代に、ビルバート法案が廃案されていたこと、富の流出が進んでいたこと、当時のインド人が高級官僚に昇進することが、困難であったことが、結成の要因として挙げられる。 とはいえ、インド国民会議に参加したのは、ヒンドゥーがほとんどであり、イスラーム教徒の参加は、ほとんどなかった。また、恩賢的な政治活動で出発した国民会議は、バール・ガンガーダル・ティラクが参加したことにより急進化する。1893年には、ヒンドゥーとムスリムの間では、西インド、連合州、ビハール州、ビルマのラングーンと広範囲にわたる暴動が発生し、 100人以上が死亡する事態となった。牛を申請するヒンドゥーは牛の保護を求めて行動し、肉屋のほとんどがムスリムであったために、この問題を契機に自らのその他の権利も剥奪することを恐れたことが暴動の原因であった。19世紀最後の10年間は1896年と1899年の大飢饉が第11大福王として就任した。 カーゾンは・アッツォン・キは外交面では1903年にチベットに初めて外交施設を派遣した。また、アフガニスタンとの国境線で常に不安定であった北西部において北西辺境集を設置することで治安の回復を図った。内政面においては肥大化した官僚制度の整理、商工省の新設、インド考古学研究所の設立を実施した。しかし、 カーゾン教の統治政策の本省は、1904年のインド大学法と1905年のベンガル分割令によって明らかとなった。インド大学法において管理の統制が強化され、インドにおける高等教育の発展が阻害された。ベンガル分割令において、ベンガルを二分し、ベンガル東部とアッサム地方でもって東ベンガル州を新設し、ベンガル西部とオリッサ州、 ビハール州とを合わせて西ベンガル州を新設することでそれぞれの州の多数派をムスリムとヒンドゥーにしてしまうことでベンガルで盛り上がっていた繁栄運動を分断することにあったベンガル分割令は1911年に撤回されるがそれは分割したベンガル州を再統一しベンガル、オリッサ、ビハール、アッサム各州に自治権を与えるといういわば ベンガル人に対して妥協がなされる形となった。1905年、カーゾンが辞任し、第十二代副王として、第四代民党伯爵、ギルバート・エリオット・マーリー・イ・コール・キニン・マウンドが就任した。民党協は、各地で起こっていた、繁栄運動を徹底的に弾圧した。1906年、ジョン・モーリー・インド担当国務大臣が尊敬する、国民会議、 恩憲派のゴーパール、クリシュナ・ゴーカレーが議長に就任するが、ティラクを中心とする、急進派が過激活動を展開した。ティラクは1907年逮捕され、6年の懲役を受け、マンダレーへ流されることで、国民会議は恩憲派が支配することとなったが、国民会議は分裂により、急速に急進力を失う結果となった。また、民党票は、 ヒンドゥーとムスリムの分断を図った。教育を受けたムスリムの一部、有力なムスリムの大衆地主の間で共有されていた分離主義、親衛的な人々を後押しする形で、1906年、全インドムスリム連盟が結成された。全インドムスリム連盟は、ベンガル分割令を支持し、国民会議のあらゆる主張すべてに反対した。 1911年のデリー・ダルワールに参列したマリク・マル・ハヤート・ハーン。パンジャーブ地方の有力者である。ハーディング教が第13代副王として就任すると、その翌年、ジョージ5世とメアリー王妃がインドを訪問し、デリーにおいて大韓式典が挙行された。イギリス国王がインド帝国時代にインドを訪問したのは、これが最初で最後であり、その式典で、 カルカッパからデリへの遷都が宣言された。ハーディング総督時代のインド政治を左右したのは当時の国際情勢であった。1 9十一年から始まった移ド戦争とそれに続く二度のバルカン戦争によりオスマン帝国の宗教的権威が大きく揺らぐこととなった。ムスリム大衆の間には親、トルコ的感情が生まれることとなり、後にオスマン帝国が第一次世界大戦で敗れると、 ヒラーファト運動へと発展することとなった。1914年、第一次世界大戦が開戦すると、6月に釈放されていたティラクをはじめ、多くの民族主義指導者はイギリスへの支持を打ち出した。ティラクをはじめとする彼らの期待は、インドのイギリスによる支持は、終戦後、結果として、インドへの大幅な自治が認められるという期待に、基づいていた。 100万人以上のインド人が徴兵に応じ、フランス、中東で戦死した。対戦期、インド経済は極度のインフレーションと重税に直面することとなり、民族主義的な政治運動が展開される環境が整った。その結果、自治連盟によるインド政界の活性化、革命的な運動の展開が見られるようになった。前者の活動を指導したのは、一つは、 ティラクを中心とする勢力であり、もう一つはイギリス人女性アニーベ・サントであった。後者の革命的活動はベンガル・マハーラー・シュトラから全北インドに広がりを見せた。インドにおける民族意識の高揚かつての分裂が無意味であることを自覚したティラクは国民会議の再統合を促した。その結果、1916年のラクナウ大会では、 国民会議の再統合の達成と全インドムスリム連盟との対立関係は解消された。国民会議と連盟の間では、ラクナウ協定が締結され、両者の協力関係が確認された。しかし、ラクナウ協定の意義は、分離選挙制度に基づく政治改革であったことから、インド政治に宗派主義が復活する可能性を残した。 アムリット・サル事件イギリスは、ヒンドゥー、ムスリムの二大勢力が、大同団結した事態を重く見て、1917年8月20日、エドウィン・サミュエル・モンタギューインド担当国務大臣により、モンダギュー宣言が発表された。イギリスは、植民地インドの即時独立を容認することはなく、全人的に自治権を拡大させる政策を取った。モンタギューとチェムズ・ファド第14代副王で始まる。 チャンパーランでの闘争において、ガンディの市民的不服従運動は、勝利を収め、アフマダーバードの工場ストライキにおいて、インド人の政治的覚醒を促すことに成功する。アムリトサル事件以降、ガンディは国民会議派の支持を集めることに成功した。意図を紡ぐ、姿のガンディとは最も相入れない、資本家層の支持も取り組むことに成功したことで、インド独立闘争は、 第三段階へと移行することとなった。とりわけ、ガンディを支持したのは人口が中密であるビハール州と連合州であった。一方で、ガンディを支持しなかった層が存在したことも確かである。一つが各地の反王国や人口密度が極めて低い山間部である。これらの地域にはガンディの主張がまさしく伝わらなかった。その理由は、 国民会議の運動員の中心は都市部の学生であったこと、そのため前述の地域に赴くことができなかったこと、赴くことができなかったのは鉄道等のインフラストラクチャーが整備されていない物理的側面と各地の反応がナショナリズムを排斥していたからに他ならない。また、ガンディの主張にインドの公用語をヒンディ語にすべきであるという点があったことから、 南インドでの活動の拡大にも限界があった。もう一つの層はムスリム層である。ムスリム連盟を指導することとなるムハンマド・アリー・ジンナーは合法的な独立闘争を展開することを目指した豪華令に支持していたこともあって国民会議を脱退しムスリム連盟に参加する。1920年セーブル条約によりオスマン帝国の画界が明らかになるにつれ、 ヒラーファト運動は停滞するようになった。さらに、1924年、ケマルアタチュルクにより、トルコ共和国の設立が宣言されると、ヒラーファト運動は破綻した。ラクナウ協定から1922年までの6年間は、ヒンドゥーとムスリムの間は、最後の蜜月の期間であったが、それぞれの大衆動員は、別個でされていたこともあり、徐々に、宗派対立が、 インド政界に対等するようになった。1921年の年末までに、ガンディを除くほとんどの民族主義指導者が逮捕された。その数は3000人に達した。だが、12月の国民会議、アフマダーバード大会では、非暴力、非協力の運動の方針が再確認され、運動は継続された。しかし、次の年になるとガンディが指導してきた運動は徐々に、 暴力性を帯びるようになった。ガンディは民族運動の停止を決定し、3月10日はイギリス政府によりガンディは逮捕された。こうしてヒンドゥー、ムスリム両方の繁栄闘争は一旦終止符を打つこととなった。ベンガル出身の指導者 CR ダース。1922年国民会議は分裂の危機に直面していた。立法三次会に 積極的に進出して、さらには、立法三次会を政治闘争の舞台として、利用すべきであると考えていたジャワハルラール・ネルーや、シーアル・ダースのグループと、議会政治は、大衆の間での活動を軽視させ、民族主義の熱を冷ますと考えた、保守派と呼ばれる、グループの対立であった。12月、ネルーとシーアル・ダースは、国民会議の一派閥として、スワラージ党を決闘した。 1924年に釈放されたガンディも両派閥の仲裁に入ったが不調に終わる。しかし、1907年の分裂のようなことを回避することは両派閥とも共有されていた。その後のネルーのスワラー児童は、1923年の選挙で101議席中42議席を獲得し、1925年3月には中央立法会議の議長として、 バッラブバー・イーパテールを送り込むことに成功した。おおよそこの時代は、インド独立運動において、紅葉とその後の停滞した時代という向きが見られる。1927年、ジョン・サイモンを委員長とするサイモン委員会が発足した。1929年から、モンダギュ・ジェムズ・ファド改革の見直しをすることが決まっていたからであるが、委員会の人選をめぐって、 インド人を憤慨させることとなった。というのも、委員会のメンバー全員が、イギリス人で占められていたからである。イギリスのこの不手際により、第16代副王アーム委卿は、インドはカナダやオーストラリアと同様の実地領になるだろうと宣言したものの、インド人のサ問委員会に対する不信感を払拭することはできず、さらに、2回目の非暴力運動の準備が始まった。 1928年には、ネルーが中心となり、ネルー報告がまとめられた。インドの即時独立を要求する内容は、イギリス政府に受け入れられず、さらに、徐々に目立ち始めてきたヒンドゥーとムスリムの対立を露呈する結果となった。1928年12月、国民会議派は、カルカッタで大会を開き、ガンディも大会に参加した。 ガンディは戦闘的左派をなだめるのに成功し、ネルーが父、モーティーラールネルーに代わり、国民会議の議長に就任した。さらに、翌年のラホール大会で国民会議はプールナスワラージを採択した。ガンディが指導する第2回非暴力運動の頂点は、潮の更新で頂点に達した。ガンディの更新により、インド中に運動は拡大した。 森林法が1927年に可決していたが、この法律は、マハーラーシュトラ、カルナータカ、中央州で、次々と破られた。さらに、今までインド独立運動で、大きな役割を果たしてはいなかった女性が、積極的に参加したことも特徴であった。パシュトゥーン人のハン・アブドゥル・ガファール・ハーンは、クダー・イ・キドマトガールを組織し、非暴力と独立闘争に誓いを立て、 インドの東端ナガランドでは13歳のラーニー、外ン流がヒロインとなり、国民会議の呼びかけに応じた。イギリスは国民会議抜きで円卓会議を開催していたが、実効性は全く持たなかった。1931年3月、アーウィン卿はガンディーとニューデリーの総督府で面会する。その結果、ガンディー・アーウィン協定が結ばれ、非暴力運動は一旦中止され、 ガンディはロンドンで開催される第2回英遠遠託会議に参加する。しかし、イギリスはインドの独立を認めず、ガンディは得ることもなく帰国した。帰国したインドで待っていたのは、世界恐慌の影響で不満が充満していた農村部の球場であった。ガンディ及び国民会議は1931年12月より、小作量と地祖の不払い運動を開始せざるを得なかった。 ビリン・ダン教。第2回非暴力運動を徹底的に弾圧した。第17代副王になったビリン・ダン教は、前任のアーウィンとの政治姿勢は、全くの正反対の人物であり、徹底的な弾圧を実施した。10万人以上のサッティアーグラハ参加者の投獄、数千人の土地、家屋、その他の財産の没収、民族主義的な新聞の検閲が実施された。 ビリンダンの弾圧は最終的に成功を収め、民族運動は1934年には完全に終結した。1932年11月には、再び国民会議派抜きで第3回永遠遠託会議が開催された。その結果、1935年にはインド統治法が交付された。第18代副王リンリス号公爵の時代は、 全世界をファシズムが覆う時代であった。また、独立前のインドにおいては、インド統治法に基づいて、総選挙が実施され、国民会議主導の政治が展開された時期である。一方で、社会主義思想の台頭、農民、労働者組織の成長、反王国人民の闘争の展開、宗派主義の伸長といった、これまで以外の動きが活発化した時代でもあった。加えて、 1939年より始まった第二次世界大戦がインドの将来を方向づけた時代でもあった。1935年のインド統治法の特色は中央に全インド連邦を設置し、州レベルでは州自治の基本に基づく州政府の設立を定めた。このインド連邦構想はイギリス領の各州と反王国の連合として考えられたものである。しかし、 連邦制構想は、半王が、この構想に対して、情熱を失ってしまったために破綻してしまう。ミナーレパキスタン。ラホールのこの場所で、ラホール決議は採択された一方、州の権限が拡大されたことにより、州政治が活発化した。国民会議派は、不十分であったこの党地方に基づく選挙に臨むことを決定し、1937年の総選挙の、 結果、ベンガル州とパンジャーブ州を除く九州で、単独政権内市は会議派が参画する連立政権が成立した。しかし、州政権を取った国民会議は公約のほとんどを実行することはなかった。その背景には、国民会議の支持層が商業界知的専門的業界、裕福な農民層であったからである。とはいえ、国民会議による政権によって、 市民的自由の促進、あるいは、古作権に関しての規定、一部の州では、ハリジャンの地位改善に取り組むこともあった。とはいえ、国民会議は、完全に、ムスリム層からの支持を失った。その背景には、国民会議自身が気づかない無礼、あるいは鈍感に、あった。ムスリム連盟は1937年総選挙では、全国のムスリムの5%程度の支持しか、 獲得できず、ムスリム人口が多数派の州であったとしても、第一党になることは叶なわなかった。しかし、インド国民会議が徐々にヒンドゥー色を強めていく過程で、全国のムスリムは国民会議による中央政権の樹立の可能性に対して危機感を抱くようになった。バンガロールでのクイットインディア運動のデモ行進以後、第29潜水艦の士官。 カシカンとスバスチャンドラボースその結果、1930年のムハンマドイクバールによる連盟ラホール大会での議長演説がパキスタン構想として次第に支持されるようになり、ついに1940年のラホール大会でジンナーは二民族論を含めたラホール決議を採択するに至り、ヒンドゥーとムスリムの分裂は決定的となった。第二次世界大戦初期、 イギリスはインドを懐中することにより戦争の協力を、インドはイギリスからできるだけ有利な条件を引き出すことを念頭に置いていた。しかし、ドイツ軍によるイギリス本土上陸が危惧されるなど緊迫する戦争情勢がイギリスの大幅な妥協を用意せざるを得ないようになった。1942年4月にロンドンから空路でデリーにスタッフォード・クリップスが派遣された。しかし、 首相インストン・チャーチルがイギリス帝国の解体を望まないこともあり、成果を上げなかった。さらに1941年12月にマレー半島に進軍した日本軍が、早くも1942年2月にイギリスの極東における植民地のようなシンガポールを陥落し、さらにインド洋からイギリス海軍を放逐し、インドに迫ったことでアジアにおける イギリスの軍事的威信は完全に失墜し、インドでも繁栄運動の機運が高まった。国民会議は1942年夏から繁栄闘争、インドからサレ運動を展開することで、インド独立を目指した。インドに日本軍が迫る中、イギリスはインド情勢の急変に対して徹底的な弾圧で対処した。戦時中にもかかわらず50大隊を導入し、 反乱は6週間で鎮圧された。すべての会議派のリーダーは約3年間拘束された。投国者数は1万人以上にも及んだ。鎮圧されたとはいえ、この反乱の意義は民族感情が達していた深さと人々が育んだ闘争と犠牲の偉大な能力を示したという事実であった。なお、アジア太平洋戦線においてイギリスと対峙していた日本と、 元インド国民会議の急進派の活動家で日本に亡命していたラースビハーリー・ボースが同じく日本に亡命していた A.M. ナイルや日本軍らの協力を受けて東南アジア各地で日本軍の捕虜となったイギリス軍のインド人兵士を集めて1942年にインド国民軍を設立した。そしてドイツに亡命していた。 元インド国民会議のスバース・チャンドラ・ボースが1943年2月に大日本帝国海軍とドイツ海軍の協力を受けて両国の潜水艦で日本軍の占領下のシンガポールに移りこれを引き継ぎインパール作戦などでイギリス軍と対峙した第19代副王として就任した陸軍元帥ウェーベル卿はドイツの降伏で ヨーロッパにおける戦争が終結し、日本軍もアジア太平洋戦線で敗退を続け、日本軍の進攻によるインド喪失の危機がなくなった1945年6月、インド帝国の夏の首都、シムラーにガンディ、ジンナー、刑務所から釈放されたばかりの国民会議派のリーダーを招集した。シムラー会談において、イギリスは戦争に協力したムスリム側の主張を大きく、 認めていたが、ジンナーのムスリム側の代表は、ムスリム連盟のみに限定されなければならないという主張のために会談は決裂した。ウェーベルもムスリム連盟の戦争協力を評価していたこともあり、この決裂を容認した。第二次世界大戦が終結した翌年の1946年になると、イギリスはインド統治の放棄の姿勢を見せるようになった。背景には、 イギリスが超大国の座からすでに転落していたこと。イギリスの経済力、軍事力の破綻。イギリスはインド人官僚軍人からの忠誠を獲得できる見込みが小さくなってきたこと。インド民衆の自信が挙げられる。特に第3点は重要であり、インド国民軍参加者への裁判の巨大な大衆デモの動員。1946年2月の ボンベイで起きたインド海軍の反乱であった。こうした中、1945年から1946年の冬、総選挙が実施された。この際の総選挙は分割選挙であったが、国民会議とムスリム連盟の一騎打ちの様相を示した。国民会議は、非ムスリム議席の90%を確保と8つの州で政権を掌握することに成功した。一方、 ムスリム連盟も中央議会のムスリム留保議席30を独占し、地方議会のムスリム留保議席500のうち442を獲得することに成功した。国民会議と連盟の間のいかなる妥協も見出せない状況を打開するために、イギリスは1946年3月、閣僚施設団を派遣し、複雑な三層構造の連邦成案を提示した。 東西のムスリム多数州とヒンドゥーが多数を構成する中央部、南部にインドを分割し、それぞれの州に大幅な自治権を付与する案に対してジンナーは賛意を表明した。しかし中央集権国家を目指した国民会議はイギリスの案を一周した。ネルーによる7月10日の演説でその内容が明らかとなり、それぞれの州がヒンドゥー。 ムスリムどちらの州に所属するかは自由に判断できるようにすべきであるという内容はジンナーのパキスタン構想を打ち砕くものであった。カルカッタの虐殺、直接行動の日から生み出された悲劇である。ジンナーは閉塞した状況を打開するために8月16日に直接行動の日を定めた。ジンナーは直接行動の日においてムスリム側はどんな様式 携帯においても直接的な暴力行為に訴えるための日であってはならないと考えていたが実際に生み出されたのはカルカッタ市内では4000人を超える市民が殺害されビハール州では約7000人のムスリムが殺害されベンガルのノアカリ地方では数千人のヒンドゥーが殺害されるという悲劇のみであったノアカリ地方に至ってはガンディが直接仲裁に行って初めて 悲劇の収集がなされた。最後の副王として、1947年、ルイス・マウント・バッテンが就任した。その前年、国民会議主導による中間政府の設立が宣告された。パンジャーブ州の東西分割問題、東ベンガル、バローチスターン、シンド、北西辺境州の各州がインドと新設される、パキスタンのどちらに帰属するかで議論が展開されたが、 6月3日、2つに分割した形での独立が正式に発表された。半王国のほとんどは、内務大臣、バルダブバー・イーパテールの手腕により、インドへ帰属することとなった。1947年8月15日、デリーの赤い城における、ネルーの独立宣言をもって、インドは、独立を達成した。また、同日、パキスタンも独立を宣言し、 インド帝国は解体された。インドは、しばらくの間イギリス連邦内の立憲君主制国家であったが、1950年に共和制が採択され、総督ポストも廃止された。当時のインド経済は、イギリス東インド会社時代から引き続き、富の流出に直面していた。インド政庁は、毎年、イギリス本国に対して莫大な経費を支払っており、 インドで生み出された富がインドに投資されるという環境ではなかった。インドから流出した富はイギリスに対してポンドで行われ、インドが銀本位制を採用していたこともあり、19世紀末の銀価格の下落は結果的にインドによるイギリスへの支払い額を増大させることとなった。イギリスは常にインドに対して輸出超過の状態を喪失することにより、 その貿易黒字でもって、インド以外の貿易で生まれた赤字を補填する形を取っていた。少なくとも、帝国時代の農業生産力は、著しく低下していたと考えられる。その背景には、イギリスによる経済的搾取のみならず、在来の産業が衰退しながらも、これに代わる産業が発展することがなかったこと、農業の停滞を導いた農村の構造を。 農民への様々な階層からによる搾取が挙げられる。このような搾取構造により、農民層が農産物を獲得する手段を持っていなかったことが、基金をより深刻なものとした。代表的なものでは、地方レベルで発生した基金としては、1866年に、発生したオリッサ基金、1869年の、ラージブーターナー基金、1873年に、 発生したビハール基金が有名であり、全国的な基金としては3回のインド大基金が挙げられる。1854年から1901年の間でのインド国内の死亡数は2882万5000人に上るという推計があり、さらに第二次世界大戦中のベンガル基金では300万人が命を落とした。19世紀の後半にはインド経済は 世界経済の一角に完全に組み込まれた。しかし、主な産品は、麺、インディゴ、ジュート、米、採油用種子、茶といった一次産品が多く、これらの輸出用作物の国際価格の変動は大きかった。麺は、南北戦争を挟む前後20年間に価格が3倍に上がったが、1900年までには1、9まで下落した。インディゴは、 合成染料に代用されるようになり、輸出産品としての価値を失い、インド経済を支える一次産品は、ジュートと茶であった。この時代のインド経済は、輸出産品を生産する農業に大きく依存しており、工業転換はほとんど進まなかった。また、商品作物の生産のために、彼らが口にする穀物類は、輸入に頼らざるを得なかった。 穀物の生産を伸ばすことができたのは、インダス川の考えが成功したパンジャーブ地方であった。パンジャーブ地方では、小麦、砂糖キビ、トウモロコシの生産が伸び、海外向けのみならず、国内向けにも生産するようになった。ビクトリアターミナス駅イギリス東インド会社時代から、続いていた鉄道の建設は引き続きインド国内で実施された。19世紀末における、 インドの鉄道総延長距離は世界で第5位になっており、商品作物の生産地という出港を結んだ。1887年に建設されたビクトリア・ダーミナス駅がロンドン、メルボルンのビクトリア駅と同様の建築様式で建設されたことは、当時のインドがイギリス帝国の中心であったことの証しである。加えて、インドにおける鉄道網の整備によって、 徐々にではあるが工業化の媒介となった。ゾロアスター京都であったジャムシェトジータタは、1877年にナーグプルに宝石工場を建設し、その後、ムンバイやフーマダーバードにも宝石工場を建設した。また、1907年には、ビハールにタタスチールを創業し、現在のタタグループの原型が形成されたのも、この時代である。同様に、 ラージャスターンのマールワールで商業活動を展開していたビルラケも第一次世界大戦中に繊維工業、鉄工業に進出し成功を収めていった。イギリス領インド帝国はイギリス国王の王冠にはめ込まれた最大の宝石とも表現された。1900年、カーゾン提督は以下のように述べることでインドの重要性を訴えた。 我々はインド以外のすべての植民地を失っても生き延びることができるだろう。しかし、インドを失えば我々の太陽は没するであろうインドからイギリスのインド以外への植民地に労働力人口が移動したのもこの時代である。彼らのことを隠居と呼ぶ。イギリスの植民地の中で特に熱帯地域へ人口の移動が促進された。移住先として選ばれたのは 砂糖キビ生産が活発だった西インド諸島、鈴生産や天然ゴムのプランテーションが発達したイギリス領マラヤ、あるいはケニアやザンジバルといった東、アフリカ、南アフリカやモーリシャスといったインド洋沿岸地域、フィジーなどの太平洋地域にも人口の移動が促進された。その中で東アフリカ貿易ルートで活躍したイスマー・イール派の アーガー・ハーン一族やビルマとセイロン等で商業作物の開発に投資したナットコッタイ、ジェッティアールのように商業活動で成功した人々も登場した。また、移住先でのインド人が人種差別で苦境に立たされていることを世論に喚起したマハトマ・ガンディが登場した。インド人の移動は何も植民地に限定されていたわけではない。 イギリス本国に留学しそのまま現地に留まった者も,も多い。ロンドンで弁護士業を開業し、その後帰国した人物の中では後のパキスタン建国の父であるムハンマド・アリー・ジンナーがいる。北インドにおける手工業による面織物産業はイギリス東インド会社時代に崩壊し、その後たた一族などにより、 工場正規械工業による貿易工業が没効した。一方、南インドの手工業による手織業は、イギリスとの競争に巻き込まれることはなかったが、北インドの産業構造の転換により、ボンベイやアフーマダーバードとの競争を余儀なくされた。その理由は北インドの面織物工業の市場であったのは、中国であったが、そこから駆逐されたことが理由である。そのため、 南インドの手織り業は上級階層向けの高級織物。この織物には金糸が使用された。国内外の仮想向けである廉価品で儀式などにも利用できるもの。これらには人権意図を使用した。海外市場向けの色物などに生産の中心を移した。そのことにより、1920年以降の南インドの手織り業に従事する人口はマドラス州において、 38万人前後から30万人前後を経て49万人と発展を遂げた。南インドの手織物業が生き残ったのは当時の南インド社会において需要面での大きな変化、被差別カーストを含む仮想階層の衣服着用の増大や人権サリーへの需要の増大が挙げられる。第一次世界大戦以降、 南インドの工場性機械工業による防石業が勃興する。その中心はアンドラ地方やそれを含むタミル地域であった。帝国時代は様々な社会改革、宗教改革が展開した時代であった。その背景には、この時代のインドでは人々が今まで知ることのなかった新しい市場、情報システム、ネットワークが形成されたこと。 民族主義的感情の成長、従来のカースト制度にとらわれない、資本家層の台頭、近代教育の普及と西欧思想、文化の紹介、それらに伴うインドの更新性と衰退を意識、せざるを得なくなったことがある。インドにおいて、最初の社会改革の運動は、ブラフもサマージである。ラームモーハンロー以来の伝統は、デベーエンドラナーとタゴール、ケショブチャンドロシェンに受け継がれた。 ブラフモ・サマージは、ヒンドゥーから悪兵を除去し、唯一神の信仰とベーダ、ウパニシャット哲学の教えを根付かせることで、ヒンドゥーの改革に取り組んだ。ベンガル地方における、ヒンドゥーの宗教改革が、ブラフモ・サマージであるならば、マハーラー・シトラにおける、それは、1840年に創設された神聖教会である。ゴーパール・ハリ・デー・シュムクは、マラーキー語で執筆し、 合理主義の立場からヒンドゥーの正当主義を批判した。その後、デーシュムクは、祈祷教会を創設し、伝統的なカースト制度と、祭り館の支配からの宗教を解放する試みが展開された。マハーラーシュトラでは、ゴーパールガネシュアーガルガルというインド近代史上で、最も偉大な合理主義活動者も活動しており、彼も、また、人間の理性の力を信奉すると同時に、 伝統への盲獣を批判した。南インドにもヒンドゥーの宗教改革が広がった。その中心は、デルグ語地域の改革者ビーレーサリンガムの努力があった。ラーマクリシュナ。1881年、ラーマクリシュナとその弟子であるビベイカーナンダの登場も、また、従来のヒンドゥーにより閉塞していたインド社会に、対しての批判が展開された。ビベイカーナンダは、また、 ラーマクリシュナミッションを創設することにより、学校、病院、診療所、孤児院、図書館といった社会奉仕活動を展開した。サイド・アフマド・ハーン。アリーガル運動の指導者イスラーム側の宗教改革はヒンドゥーに比べると遅かった。その端緒は、1857年のインド大反乱以降の時代であるとされる。1863年に、 カルカッタで創設されたムハメダン文芸協会がその第一歩である。インドで展開されたイスラーム側の宗教改革で重要なものの一つがアリーガル派による運動である。指導者サイード・アフマド・ハーンはムスリムの宗教と社会生活は近代西洋の科学知識と文化を吸収することによってのみ向上できると考えていたため近代教育の促進に取り組んだ。 1875年には、アリーガルムスリム大学が創設された。この大学では、後に、北西編教習で、民族運動を指導したハーン・アブドゥルがファール・ハーン、第3代インド、副大統領である、ザキール・フサイン、パキスタン建国において指導的な立場となった、リア・カトアリー・ハーンといった指導者がここを卒業した。アリーガル大学は、すべてのインド人に門戸が開かれていたため、 ヒンドゥパールスイー、キリスト教徒も資金援助をした。西洋的な近代運動を展開したのがアリーガル派の運動であるならば、伝統への回帰を進めたのがデオバンド派の運動である。1868年にデオバンドで神学校が創設された。ウルドゥ号を三分の公式語として教え、寄付を訴え、出版、年間行事を通して、 広い地域で支持者を獲得していった。ムンバイのダーダーバーイ・ナオロジー像、ヒンドゥー、ムスリムのみならず、パールスイーや宿教仏教においても、宗教改革が実施された。インド最大のパールスイーのコミュニティがあるボンベイでは、ダーダーバーイ・ナオロジーなどにより、ゾロアスター教徒改革者協会が創設され、保守化したゾロアスター教政党主義に対しての議論を巻き起こした。 宿教の宗教改革は19世紀末のカールサ・アカレジ創設を端緒とする。創設の中心にはパンジャーブ地方のマハラジャであるジャガトジート・シングの尽力があった。とはいえ、宿教の宗教改革が本格化したのは1920年代のアカーリー運動を待つ必要があった。アカーリー運動において宿教は腐敗した僧場の放畜に成功していった。 仏教徒が国民の多くを占める正論では、古代賛美の復古主義的傾向と仏教の危機を救えという宗教的情熱が高揚した。その結果、穴がありかダルマパーラが中心となって草の根的な禁酒運動が展開された。植民地化以前のインドにおいて女性の地位は従属されたものであった。それはヒンドゥーのみではない。ヒンドゥーにおいてはサティの監修。 幼児婚、女性は男性とは異なり、生涯で一回のみしか結婚ができないこと、相続権がなかったことが挙げられる。イスラームにおいても、一夫多再生、相続権は女性に関しては男性の半分しかなかったことが挙げられる。加えて、女性は教育を受ける権利を保有していなかった。そのような中、 インドでも社会改革者が登場することとなり、数多くの改革協会、宗教組織が女性のための教育の普及、家父の再婚を認めるための活動及び彼女たちの生活条件の改善、幼児婚の抑制、一夫一歩制の実施、女性の社会進出を進めるようになった。パンギター・ラーマ・バー・イーのように、ボンベイ、プーナに、 家父のための学習塾を設立した女性も登場した。女性解放運動は20世紀になると独立運動と交流し大きな運動となる。独立運動に参加した著名な女性ではサロージニーナイルであり、彼女は1925年には国民会議の議長を務めた。イギリスによるインド支配は従来のインドに残っていたカースト制度を根本的から覆した。 その背景には、近代産業や鉄道、バスがインド国内に導入されたこと、加えて都市化の進展により、異なるカースト間同士の接触を回避することが困難になったことが挙げられる。また、伝統的産業以外の産業が没効したこと、加えて医者や軍人といった機会を奪われることを、高カーストの者は嫌った。さらに、イギリスは法の下の平等を、 植民地政策で推進したこと、教育制度の開放がカースト制度を破壊することとなった。以上のような背景から、ブラフモサマージ、ラーマクリシュナミッションといった当時のインドの改革主義者はカースト制度に対して反対運動を展開していった。19世紀後半に活躍した活動家としては、マハーラシュトラのジョーティバーラオープレーがいる。彼は低カーストの解放には、 近代教育を普及させることが最高の武器となると信じて運動を指導した。女性解放運動と同様にカーストに対する闘争は民族運動に合流することで強大な勢力を持つこととなった。ビームラーオ・アンベイドカルはインド独立期に活躍した政治家であり、彼は全インド非抑圧書階級協会の創設に尽力した。 ムガル帝国の宮廷で用いられたのはペルシャ語であったが帝国の衰退に伴い各地方で様々な文学が花開いた。ウルドゥ語やベンガル語、シンド語などがその代表例として挙げられる。また南インドではイギリス東インド外社時代以来からのタミルコ語を探す動きが続きタミル文学が構成されていった。ウルドゥ文学ウルドゥ語はトルコ語で 軍営を意味する言葉であるが、その名の通り、ムガル帝国の宮廷そばにあるシャージャーハーナバードで発達し、アラビア語、ペルシャ語、トルコ語の語彙を包括した北インドの言語である。とはいえ、19世紀半ば以降のウルドゥ文学の中心地はデリーからラホールへと移った。1860年以降、パンジャーブ地方での出版量が増大し、 パンジャーブの民話や宿教に関する書籍1万部を超える教科書が発行されるようになった。また、ラホールでは大学が発行設立されたことも、ラホールをウルデュ文学の中心地として発展させる要因となった。20世紀に入ると、宝庫や女性向けの、女性文化、子供向けの花といった文芸誌雑誌がラホールで発行されるようになった。 ウルドゥ文学が花開く中で登場したのが、後に、パキスタン建国の詩人ムハンマドイクバールやサーダと、ハサンマントウ、チュグタイグラームアッバース、クリシャンチャンダルといった人々たちであった。ベンガーリー文学、ボンキムとタゴールインド大反乱の後の、ベンガル地方では、都市の知識人層を中心に、 インドの古典文化や歴史に関心が持たれ、特に1860年代から1870年代に、プラーナ神話やインドの歴史に題材を取った長編の助字詩が制作された。ベンガルには、英領インドの主婦カルカッタがあったため、文学に表出された、ベンガルナショナリズムと全インドナショナリズムの際は、明治的でない場合がある。当時の代表的な助字詩作家としては、 ボンキム・チョンドロー・チョットパッタ絵がいる。1880年代以降、独立までベンガル文学の主流は、女児誌から女上誌に移った。この時代の詩人の中でも、ラビンド・ラ・ナート・タゴールとカジ・ノズルル・イスラムは、ベンガル語圏で多大な影響力を持った。タゴールは、アジア人で初めて、ノーベル文学賞を受賞して、世界的にも高い知名度を得ることとなった。タゴールの歌と、 ノズルルの歌は21世紀前半の現在でもベンガルの二大歌謡である。スインディ文学1843年にイギリス領に組み込まれた震度地方もまた17世紀から18世紀にかけてスインディ文学の黄金期を迎えた経験を持っていた。とはいえ、この時代の震度語は決まった文字体系を持っていない。近代言語としての発達が見られるようになったのは イギリス領に組み込まれてからである。イギリスは、シンド地方においても、英語教育の徹底を図ったが、地元住民の大きな抵抗にあい、イギリス人の方が、シンド語を勉強しなければならないという状況になった。そのため、イギリス人による、シンド語研究が進み、1853年には、アラビア文字を採用した、聖書法が確立した。タミル文学イギリス東シンド会社は、 インドの支配を確立するために現地諸語の研究を行ってきた。初代ベンガル総督であるウォーレン・ヘイスティングズ以来の研究の伝統と宣教師によるキリスト教布教が結果として在地インド人に自らの言語へと古典の関心を喚起するのに十分であった。その結果、1842年にはトルハッピアムと呼ばれる最初のタミル語古典が出版されるに至った。 その伝統が引き継がれ、タミル語は、インドヨーロッパ語族とは異なる、語族であるという研究結果が導かれると同時に、タミル人のヒバラモンによる上級カーストへの闘争が展開されるようになった。また、カールキー・クリシュ・ナムルティなどのタミル語小説を書く、小説家も登場することとなった。テルグ文学ヒンディー語を中心とする、インドヨーロッパ語族圏に属する北インド、あるいは、 ドラビダ語族圏に属する南インドと異なり、現在のアンドラプラデーシュ州は両方の文化の影響を受けてきた。ありがとうございます。